はい、ということでね、今日もライキジョンズチャンネルやっていきたいと思います。ということでね、今日もね元気よく、やっていくんですけど、今日ね紹介していくのはね、もうね理論上最強のね、あの何にも負けない、スーパーのね、デッキということでね、やっていくのはこちら、ゴーレムですね。ゴーレムなんですけどね、今このゴーレムね、世界で3位の人が使ってるんですけどね、昨日ぐらいはね1位にいた、この方がね使ってるやつなんですけど、このゴーレム、5枯渇ゴーレムなんですよ。まあ、ザッピーと、そしてねスケドラでこう5枯渇させて、まあダクネもですね、で枯渇させてこうね、もう5がなかったら勝ちなんですよ。で5があってもこのね3つないとね、3つ打たれてやっとトントンみたいなね、とこがあるということでね、早速やっていきたいと思います。なんですけどこのゴレね、パッと見ねもう最強なんですよ。さあただ多分なんですけど、ザッピーは多分あんま攻撃に活かせないので、ザッピーとかをこう防衛に出してそこに5を咲かしたりポイズン咲かしたりしたらケツゴレからね展開していく行くみたいな、多分そんなデッキだと思うんですよね。さあ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 、なんで多分これはねケツゴレドーンからの形作ってバゴーンじゃなくて、まあ、ケツゴレバーンって感じのね、デッキになっていくと思います。さあ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 、こんな感じでね、相手のスケドラみたいなのすぐゴーレム出しましょう。もうね4アドですからね。こんな感じでねゴーレムで受けてあげて、うわーあいつだけはちゃうってね、このゴーレム使いの方も言ってました。なんですけどここでスケドラをね追加するんですよ。で追加するじゃないですか。でここで相手にね何かしらビッグな、カードをね、使わせることができれば、ゴレバカバカーン。さあ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 、ただここねヤザッパ相手使ったので、いやこれ多分タルーファイボで飛ぶんですよ。だからこれギリまで構えてあげて、うれって声と一緒に、あはは気持ちいい。いやこれね呼んだんですよ。実は俺結構相手のねスケドラをこうやってね、こうやって呼ぶことができる能力を持ってるんですけど、さあさあここでね、あ俺はねこのウンカーと一緒にベビドラぶち込んでいきます。さあこういう感じで相手結構こう細かい系があるんで、そしてベビドラをぶち込んであげれば刺さると思いますって感じでね、結構イケボでねかましていこうかなと思ったんですけど、なんかねあんま入んなかったですね。さあなんですけどここね、まあ、とりあえずねケツゴレバコンと、やっていきましょう。まあ相手ね今ヤナメも切ってベビドラ切ってね、もう俺の8枚4個スイカに対して結構なエリクサを使ったんでね、ここはね一発ねぶち転がしていきたいと思います。さあここ、ダークネイちゃんですね。ダークネイちゃんさあここに出してあげて、で相手のヤナメを切ったんですよ。なんでこのスケドラがね2億%刺さります。2億%ですよ。2億%わかりますか。100% 中の2億%ですからね。もうスケドラ出すだけで相手がもう嫌だ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 ってね、動けって言いながらねやってくるんで、さあさあさあここねザピマル水産と、でも言いましょうかね、皆さん大好きザピマル水産でございます。さあ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 、わっさってやつですね。さあ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 、とりあえずねトリトン、出していくんですけど、ダクネ出して、でこタルババ出して一発打たせるんですね。これファイボで飛びそうだな。よいしょー、センキューメン。さあさあさあ、こんな感じでね、防衛をね、手堅くね、簡単な風にヒョローって感じでやってあげてから、けどこれバゴンという感じですね。で、これでワンチャンこれ展開してきても、トリトンでぶちかませるんで、まあ、全然いいですね。なんならここね、真ん中、高めトリトンぶちかまして、ぶっかませーって感じでね、やってあげて、さあここね、よいしょ。さあ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 、もう余裕なんですよね。防衛も余裕。さあそして攻めはちょっとだけ苦戦しているご様子ですが、と、まあこれはデスが問題になってくるはずなんでね。さあ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 、こう行きましょう。であいつにファイアボール、速攻でねこの若さとね戦型の銘でね打っていきます。さあ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 、行きますよここ。さあ相手は、あー苦しいと、あーやだいやーもう負けちゃうって感じでね、やめれーってね、言ってるんですけどね。さあ、ここね、一回、ザッピを置いていきます。相手は、これゴレ行っていいっすね。でーん。で、トゥリートゥーンをね、出していって、相手はね、ここでもうジャイ展開してきたんで、もう勝ちっすね。ここミニペ、来るかなー、どうかなー。いや、やべ、これ、待って、負けるかもしれない。あぶねーって感じでね。やりながらもグッドゲームと、
言っておきましょう。さあさあさあ、1本目取りました。まあ、スパーキーに対してね、こう、ザップ系の、まあ、スパーキーに対してね、多分直接ザッピーをね、まあ、単体でこう、素潜りしてきたら、まあ、ザッピー当てれるんですけどね、大体のこう、うまいプレイヤーっていうのは前にジャイをつけてきたり、ミニピをつけてきたりするんでね、まあ、ザッピーあんまね、働かないんですけど、まあ、こんな感じでね、ちょっとダメージをスパーキーに与えてあげて、3分の1ぐらい削ったところで、タルババファイボンみたいな感じでね、綺麗に処理してあげるとね、割とスパーキーもね、勝てるといったところで、まあ、ザップ系がなくてもね、スパーキーに勝てるね、素晴らしいデッキ。さあ、ザッピーのね、ウンカーのね、強さ見せるといけましたか、かーっつって。ちょっと待って。ちょっと待って。さあ、ダクね、展開していきます。ここね、多分、ナイトゥーで。いや、ここゴリっていいのかな、いや、よくね、いいわけがね。おっと、さあ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 、このダクネをちょい延命 C の、ここでゴリですね。バーンと。やってあげます。ゴレに一発打ち込んでからの、こう、ダクネね、スロー効果。謎のね、トリトンの謎のスロー効果ということでね。3コストであるにもかかわらずね、この、引っ張る、そしてスロー効果ね、もう、ハッピーセットですね、本当に。なんでも。とりあえず、入れたいもん入れちゃえ、みたいなね。そんなもう、強い機能、ぶっつめのカードなんですけどね。トリトンがやばいっすね、多分。トリトン入れときは何でもええみたいなとこありますね。ぶっちゃけファイボ枯渇させてても、させてなくても、トリトンさんいれば勝てるみたいなとこあると思うんですけど。さあ、メガナイトミニペイウォールブレイカーということで、あとまあ、ディガーもあるはずですね。ディガーもあるはずだよなって感じでね。これ俺の高校のね、物理の先生の話し方なんですけど。さあ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 、そうなるはずだよな。まあ、ここね、ザッピを展開したので、逆算ね、無視といったところで、メガニートくんをね、ここに出してきてくれるか否かとね、まあ、出してきてくれるかくれないか否かのね、三択となっておるんですけども、さあ、ここ、トリトゥーンをね、召喚していきますね。って感じでね、こう、おたけびをね、まあ、俺らが生まれた時と一緒ですよね、言ってしまえば。これね、ダクネ裏に戻るんで、ゴレ展開、っていうね、感じで。さあ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 、ここはね、スケドゥーラで。で、しかも相手、ここね、大型呪文ないと思うんですよ。さあさあさあ、こんな感じでね、まあ、トリトゥーンね、おたけびとね、産声とともにね、さあ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 、やっていきます。で、ウォールブレイカーディガーが多分来ると思うんで、ここね、裏にね、ザピマル水産をね、展開してあげて、こぬって感じなんですけどね。さあ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 、新しい、来ないパターンですね。新しくて面白いですね。さあ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 、ここはまあね、ウォールブレイカー来るでしょう。ああって感じでね、トリトンの声と一緒にね、やっていきたいと思います。こういうゲームなんでね、基本的にこうトリトンの声と一緒にやっていくゲームであるんで。さあ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 、ここ。いやー、ここね、難しいんですけど、すべてを許容します。やっぱね、男たるもの許容がすべてってね、言ってたんで。さあ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 、いや、入りすぎやね。おっと、手札回しが華麗。さあ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 、一発殴らして、ありがとうございます。さあ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 、ちょっと高めにトリトン出すことによってね、このメガナイトのジャンプのモーションが入って、ジャンプリセットと。さあ、ここ危ねえ、その雪玉マジで危険で、次にねマスキが来ると思うんで。さあさあさあ、ファイボ、そしてこのザピマル水産という感じでやっていって、さすがにね、ここにはい勝ち、はい勝ち、来た、はいファイヤーボール、グッドゲームっていう感じでやると、今のね、こう感じ悪いね、人の真似なんですけど、俺はね、こんな感じで、あ、よかった勝てたって感じでね、やっていきたいと思います。さあ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 、こんな感じでね、これ、いや、これ結構強いですよ。結構強い。さあ、3戦目いきたいと思います。いやー、もう今週からね、ポノス、3週間連続でね、土日、そして金、土とね、3週間連続で2連戦あるんですよ。そうなんで、頑張っていきたい。ちょっとうるさいんでね、ミュートしますね。さあ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 。とりあえず、ロリババーといったところですが、まあ、ゴレなんでね、余裕で頑張ってでもいいんじゃないかなって。まあ、ゴレはね、1倍違う2倍タイムまで待ってってね、焼き鳥が言ってたんでね、待ちましょうか、ここは。
でもゴルってね、待つのがね、退屈なんですよ。なんで俺は出しちゃいます。多分ね、正解は待つのがいいんですけど、俺退屈になっちゃうんだよ、ね。やっぱゲームってこう、楽しむためにね、あるものなんで、楽しんでいきましょうと。いったところです。さあ、ここ。トリトン。さあ、ここで、ケツゴレ。でもう大体ね、初手ゴレはしないんですよ、このデッキ。守ってとかね、俺最初の方に言ってたんですけどね。大体2手目で、ケツからね、ユニット出してね、それに相手がもうユニット合わせてきたら、とりあえず初手ゴレと。まあ、2手ゴレですね、2手ゴレ。さあさあさあ、ここ。ザッピーマル水産と。これでもね、この距離でもリセット。あ、全然加えられない。さあさあさあ、ここは、ごわーって感じでね、結構ね。ちょっと、可愛い感じになっちゃったんですけど。さあさあさあ、この感じ相手ね、ファイブ持ってないです。取り根しかありません。このゴレ俺知っとるんですよ。はい。あ、俺このゴレ知っとるんですよ。わかります?わかります?このゴレ。強いんですよ。さあさあさあ、ここね、ベビドラカバーしてあげて、相手ね、これ多分トルネとタルババかトルネとザップしかね、スペルがない。デッキなんでね、ここね、両勝利と、うーんって感じでね、気持ちよくなる声とね、一緒にね、うーって感じでこうやってね、やってあげると、3キャラ、簡単になります。2手ゴレですね。初手ゴレはさすがに、リスクが高い。リスクが高いんでね、2手ゴレ、意識していきましょう。さあ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 、いやー、これ大丈夫かな。これ大丈夫かな。さあさあさあ、行きましょう。いや俺ね、これもう深夜、いやマジでね、今週からね、3週連続でこうね、3週連続で2試合連続であるのも本当にね、めっちゃハードなんですよ。もう今までのね、この試合が嘘だったかのようにね、ハードになってね、もうちょっと頑張っていきたいですね。これ山場なんで、ね、さあ似てこれバゲーンと。まあまあまあ、ゴレット、さすがに、ゴースト、サンアド。で、この小屋はどうせ壊せるんで、まあ、ゴアドね。そしてこのムート、もうどうせ壊せるかわからないんでね、まあ半分ぐらいということでね、まあ合計10ワードですね。10ワードぐらい取ったんで、さすがに10ワード取ったらね、まあこのゲーム、ゴレをさすがに展開せざるを得ないといったところでね、さあ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 、よいしょ。さあ、このね、タゲをね、この、やっぱり役割分担ですよ。この世はね、役割分担。やっぱりね、人はね、できることとできないことに分かれる生き物なんですね。そう、なんで、できることだけやりましょうと。そう、できないことは人に任せちゃいましょうと。まあ、そんなね、ことですね。さあ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 。深いよね、今の話ね。深いよね。そういうことなんですよ。もうね、無理しないでください、皆さん。気をつけて。気をつけてください、本当に。無理だけは。さあ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 。無理だけはって言ってね。あ、それ次の対戦相手だった。またやっちまった。じゃあケツゴレやってきますね、とりあえず。さあ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 、ザピオングッてやってくださいって。このタゲをね、リセットする前からこの運管にね、向けることができるといったところで、ね、このゴレ、非常に悪手でした。本当に皆さん絶対にね、こんなゴレ出さないでください。絶対にこれぶち転がされて終わるだけですからね。いやと。奥さんと。さあさあさあ、ここね。やばい、これ待って。初の敗北。俺、人生初との敗北を知ってしまうかもしれない。俺、敗北を知りたいって言いながらね、生まれてきた男なんですけど。そうなんですよ。俺、結構ね、敗北を知りたいって言いながら。やばい、これマジでやばい。ここね、許容できそうなの許容しよう。オッケー、許容しよう。ここね、陸域を割いてしまうとね、次のムーターにね、しばかれてしまうんでね。さあ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 。相手ポイズン切ったんで、このね、スケドラ、とりあえずケツから出しの、プリという感じでね、ケツからね、出していきたいと思います。さあ、ここ。さあ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 。まあ、相手ポイズン持ちなんで、この辺でね、ポイズン切らしたらね、まあ、おとなしく相手もね、引き下がってくれるだろうと、いったところで、さあ、やべえ、これ。やばい。やべえ、こいつ。ダム、トリトン、お前、違う。トリトン、違う、今の。いや、強い。ザッピー強い。さあ、いけ。やばい。危ねえ、耐えたー。え、これ、やばい、竹変わってない。竹変わってるよね。あー、お迎えか。さあ、よくね、クラスに一人やるやつね。学校の外で救急車になってたらね、あれ、お前じゃねえとか言うやつなの。あれ、俺っすね。あれ、俺です。あれ、俺でした。ごめんなさい、本当に。反省してます、今は。
さあ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 、こいつ何言ってんだよみたいな、空気読めねえな、なんだこいつ今何言ってんだみたいなやつ大体俺っすから、ね、そうそう、昔から空気読めないで世間を渡ってきた男なんで、さあ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 、いやこれ割っちゃう、ちょっといいファイバーボール、いやもう無理やんこんなん、ちょ待ってマジで、いやワンチャンある、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 しかも相手これあれなんですよ、俺気づいちゃったんですよ、気づいちゃった、気づいちゃった、わーいわーいって感じなんですけどね。さあこれ、あーオッケー、気づいちゃったんですよ。そう、相手ね、なんといっても主力カードがないんで、ゴレ受けをすれば絶対にノーダメで防ぐことが、いややばい、それだけはやばいけど、いやいい、調子こいた、調子こいた、さあ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 、俺相手にねこのポイズンを切ったらねどうなるかってことを思い知らせてやろうかと思ったところでさ、このねゴレグーン、いやいいいい、悪くない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 、いやいいいい、悪くない悪くない、マジで悪くない、頼むからボイポイズンだけはやめて、頼むからボイポイズンだけはやめて、さあ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 、やめ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 、これワンチャンポイズンで削りにかかってくる、さあ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 、ここ、いや行っとくね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 、だくねって感じでね、こんな感じでねやってあげて、さあグッドゲームありがとうございます。まあね、プロたるものね、やっぱりね負けることは許されないということでね、まあ僕はねこの217を残してね勝つところまで見えていて、もう初手にねこれを出しているとね言ったところでね、さあ最後にもう一戦いきたいと思います。いやーもうね本当にねこれ楽しいっすね、クラロワ、クラロワってねやっぱねこうあるべきなんですよ。あー解除してあげましょう、っていうね、危なかったって感じでね、さすがにね初手これはねリスクがあるんでね、もうねこいつねマジねドラッグなんですよ、ゴーレム、ゴーレムってゴーレムって面白くて、結構ねこいつドラッグみたいなとこあるんですよ。やっぱりこのね初手にゴーレムを置かせることによって、こうね俺にうわこれどうしようマジ初手これしてまおうかとね、いう煩悩をね働かせる。さあそしてここに俺ね今見えてたんですよ、ここにゴーレム、結構ディガーって目凝らせばどこに出てくるかね影が見えるんですけど、まあ、これ全部嘘なんですけどね、本当に嘘です、マジで絶対騙されないです。さあこれ相手はねへへー、タクネ切りがあって、これで結論合わせれば何でも勝てるぜってね思ってると思うんですけどね、こっち残念ながらねダクネを抜いてもね対空が3枚あるということでね、残念でした、お疲れ様ですといったところなんですが、さあここねとりあえずスケドラ、とりあえずスケドラですね、さあ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 、いやーお前それだけはダメやろ。さあここでことは俺はトリトンと相手ね、ここめっちゃカード追加してるんで、ね、2倍タイムまではねカード2枚ケツラバしてからそうすぐに出せるのは2枚までなんですよ、橋渡るまでね、そうそうそう、なんでこのようにねしてあげていて、5番打ちませんね、あえて打たない でここでわて頭はわて瓦ですね、わて瓦、さあここねベビードラグニティドラグーンをね出してあげることによって、さあさあさあ、結構かっこいい名前、結構かっこいい名前、さあ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 、ドラグニティドラグーンと、さあただねここねちょっとね危ない、本当に危ないですね、ちょ待って、ぶっちゃけダクネ切ったのマジやった、ぶっちゃけダクネ切ったのマジやった、ディガーとか見たらねおとなしくケツゴレしていけばよかったわ、煩悩働かしていけば勝ってましたねこの試合なんですけど、相手ヤナメ切ったんでこれゴーレム、ちなみにヤナメ切ったこととゴーレムは何も関係ないですね、もう今俺考えるのがね嫌になってしまったんですよ、なんでねダクネとりあえず出していきます。このカードね後ろにつけるときは、ね、とりあえずぶっ壊れといったところでね、さあ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 このカード、そして逆サイも僕は折らなきゃいけないのでこのトリトンを、追加してあげますと、ババコイ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 って祈ってれば来るんですよ、わかりますかこのこと、俺のこのクラロワ人生、ババコイ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 ってね言いながらね過ごしてきたこの人生ですよ、俺はね朝起きた時からねババコイと祈ってるわけです。さあここベビードラゴン出していきます、さあ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 、おっと、いやいやいやそんなん通らないでしょ、俺のスケドラの前でさそんな単体バルーンとかちょっとよしてよ、ほんまにほんまに困りますってね言いながらね、さあゴーレム、ああって感じでね、さあ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 、いや普通にこれワンチャンザッピー出していれば勝ってたっていう説があるんですけど、まあここね絶対ババ来るんで俺には分かるんでね、さあねババ今一気にションって召喚された気がしたんですけどね、まあそんなことはさておきね、さあ相手はヤナメ切ったザッポを切った、グッドゲームって感じでね、このね綺麗なね、歯並びのいい歯とね細い目をね見せてあげることによって相手はね、あグッドゲームなんだって感じでね、
なると思います。さあそんな感じでね、今日は全勝に収めることができました。正直な俺このデッキ見た時ね、うわ弱そうなんだこれ、でも面白いから紹介しちゃおうって感じでね、紹介したんですけど、まさかね全勝できるとはと思ったところでね、本当に強かったです。本当に強かった。弱いと思って紹介したんですけど、弱いと思ってね最強って言って紹介したんですけど、本当は強かったです。さあということで、今日もねクラロはやっていったんですけどね、もしよければね、またまにこのようにね、今毎日投稿リーグ、クラロリーグプロリーグねやってるんでね、まあ毎日は難しいんですけれどもね、まあたまにこんな感じで動画上げてるんで、もしよければね高評価チャンネル登録そしてコメントの方もね、してくれると嬉しいです。ということで今日は終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイやばい。